紹介する iPhone アクセサリーはシナプスのスマートバッテリーという iPhone とか外に持ち歩くときに便利な外部バッテリーですね。この筒状スティック型の結構変わったタイプの充電器で、なんかコンパクトな感じだね。コンパクト、うん、なんかこの丸い形がこう女性とか似合いそうですよね。なんか結構四角い角張ったやつが多いから可愛い。このスマートバッテリーの紹介です。こちらですね、付属で付いてるケーブルが、この USB と、うん、あとは iPhone のここのドックコネクタですねと、これがですねガチャンって分かれてミニ USB と、さらによいしょマイクロ USB も対応した。おトリプル、すごいトリプル対応の、なんか不思議な形になってる。実は結構気づかなかった、最初全然分からなかったここにあんの、うんうん、実はここ3つもあったみたいな。普段はこの巻き取り式でコンパクトに収納できるので、この付属のポーチにですね入れて持ち歩くことができるので、ケーブルが絡まってぐちゃぐちゃになったりしなくていいですね。持ち運びは巻き取り式がいいよね。いいですね、うん、iPhone に充電するときは USB をつけてドックを iPhone につなぐと充電が開始します。で、このスマートパワーに充電するときはここを開けてミニ USB をこちらにつないで、で USB ポートから充電できる。このミニ USB とマイクロ USB があると、あの iPhone だけじゃなくて、なんだっけ、 e モバイルとか Android 持ってる人に複数、そうだね、いろいろ持ってる人はいいよね。いいですね。容量は2200mAh で、うん、iPhone フル充電丸1回分できます。1回できたら結構十分、ね、そうだね、1日あれ、うん、1日十分です。はい、こちらですね、気になった方はアップバンクスとチェックしてみてください。